将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太叡王21、新藤匠七段21が挑戦した第9期叡王戦五番勝負の第5局は6月20日に行われ、伊藤が激闘を制して3勝2敗とし、初タイトルの叡王を獲得した。藤井はタイトル戦で22連覇していたが、初めて敗退して7冠、竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖、王将に交代した。昨年10月11日に王座を獲得した後、八冠制覇は254日で終わった。藤井のタイトル独占が長く続くと思われていた中で、衝撃の結果となった。思い起こすのは、1996年2月14日に羽生善治七冠が誕生した後、7月30日に棋聖を失って七冠制覇は167日で終わったことだ。羽生も同じくタイトル独占が長く続くと思われていた。羽生が七冠制覇を達成した時の盛り上がり、その一角を失った状況を、藤井のケースと比較しながら田丸のボルク団が解説する、ナンバーウェブの記事です。その概要です。最後までご覧ください。今年の叡王戦で藤井叡王が伊藤七段に敗れた原因について、第一人者に課される様々な主要、技術面や精神面の問題、持ち時間の使い方、趣味、鉄道、チェスプロブレム、絵の系統など、いろいろな見方が取り沙汰された。とはいえ実際には、信念を持って高みを目指してきた伊藤が、藤井との3回にわたるタイトル戦を通して実力を大きく伸ばした結果だと思う。藤井は八冠陥落について、時間の問題と思っていました。八冠制覇は全く考えていません。まずは実力をつけたい、と語った。それから11日後の7月1日、旧立句杯第95期棋聖戦五番勝負第3局で藤井棋聖は挑戦者の山崎隆之八段、43、を3連勝で下した。藤井は棋聖5連覇を達成し、21歳11ヶ月の最年少記録で自身初の永世称号、永世棋聖の資格を取得した。藤井七冠は終局後の記者会見でこのように語っている。王位戦、第1局は7月6日、7日、も永世称号がかかるシリーズとなります。永世称号を増やすのは長期的なことなので、それほど意識はしません。一つ一つ積み上げていった先に、見えてくればいいなと思っています。藤井は八冠再制覇を考えてないというが、羽生善治九段が2017年に達成した、永世七冠の偉業を視野に入れていれば、八冠を達成する日はいずれ来るだろう。時は遡って1996年2月14日17時6分、谷川浩司王将、当時33、に羽生六冠、25、が挑戦した第45期王将戦7番勝負第4局で、羽生が勝って谷川に4連勝した。その結果、羽生は前人未到の七冠制覇を達成した。七冠王誕生のニュースは、テレビや街の電光掲示板で速報が流され、当日のうちに日本列島を駆け抜けた。翌朝には新聞の全紙が一面で報じ、スポーツ紙の見出しに羽生の2文字が載った。羽生は NHK と民放各局にテレビ出演し、七冠はこの数年の夢でした、と喜びを語った。一人の天才棋士の大活躍がメディアに大きく取り上げられ、日本中に注目されたのは初めてのことだった。羽生七冠の話題によって、新しい将棋ファン、特に若い女性、が増え、各地の将棋イベントは大盛況となった。高度な内容の書籍、羽生の頭脳、全10巻は、初心者も買って20万部以上も売れた。ゲーム機ソフト、森田将棋、に3連勝すれば、当時の将棋ソフトはまだ弱かった。免状を取得できる企画では、申請者が激増した。20から30代の棋士が全員独身だった時期があった。しかし羽生七冠以降は、棋士の結婚が相次いだ。交際する女性に対して、私はあの羽生さんの仕事仲間、という一言が、結婚の決め手になったと思う。
以上の例のように、1990年代半ばの将棋界はあらゆる分野で活気づいていて、一連の好現象を、ハブ効果、と呼んだ。現代でも藤井竜王、名人の大活躍によって、藤井効果、が生じ、将棋人気は大いに高まっている。七冠制覇から6日後の2月20日、ハブはオールスター勝ち抜き戦、現在は終了、で井上啓太6段、32、と対戦し、当日は多くの報道陣が将棋会館に集まった。ハブが目当てだったが、井上が勝利する結果となった。井上は終局後に、谷川さん、井上の兄弟子、の敵討ちですね、と声をかけられ、翌日にはハブ七冠に初めて黒星をつけたと報じられた。勝っても負けてもハブの人気は絶大だった。ハブは井上に敗れて14連勝で止まった。1995年度の勝率は結果的に 0.836、46勝9敗となり、1967年度に中原誠五段、20が挙げた最高勝率の 0.855、47勝8敗に及ばなかった。羽生七冠は王将戦の後、第21期棋王戦五番勝負で高橋道夫九段、35、第54期名人戦7番勝負で森内俊之八段、25の挑戦を受けた。そして前者は3連勝、96年2月、3月、後者は4勝1敗、同年4月から6月で、それぞれ防衛を果たした。羽生はそうした状況で七冠について、次のように語った。七冠を目指していた頃は、1年が5年分ぐらいに感じるほど大変でしたが、体力は十分にありました。今後は20代のうちに七冠をどれだけ維持できるか、ということが仕事でしょうね。あと5年あります。ただ勝負にこだわらず、自由な発想で指したいとも思っています。白星のための一局にするのか、未来のための一局にするのか、ということです。未来のためなら苦手な戦型もさせます。なお藤井竜王、名人は、将棋を指す上で、一つの理想があります。それは面白い将棋を指すことです、と語っている。その本来の意味は省略するが、前期の羽生の考えと根本で通じているような気がする。1996年3月28日、羽生は私生活で大きな節目を迎えた。羽生の師匠である二上達也九段、64、夫妻の媒酌により、婚約者で女優の畑田理恵さん、25、と、将棋会館の向かいの鳩ノ森八幡神社で結婚式を挙げた。羽生は、温かい家庭を二人で築き、これを機に棋士として社会人としても大きく成長したい、と語った。披露宴は目黒区のある洋館、元大使館邸で行われ、棋士、知人、報道関係者など各界から約130人が出席した。形式ばらない立食式パーティーだった。応答で師匠の二上が挨拶した後は、他の人のスピーチはなかった。出席者は洋館と庭園で思い思いに過ごした。新郎新婦は順に回って出席者と歓談して祝福を受けた。新婦がドラマ出演した縁で俳優仲間たちも出席し、とても華やかな雰囲気となった。羽生棋聖に三浦弘行五段、22、が挑戦した第67期棋聖戦五番勝負、1日制で持ち時間は各5時間。第1局は、96年6月18日に兵庫県洲本市のホテルで行われた。淡路島での初めてのタイトル戦で、95年1月17日に起きた阪神淡路大震災の復興を記念したものだ。羽生は七冠制覇後の公式戦は9勝3敗の成績で、棋王戦と名人戦で防衛を果たした。さらに1日制のタイトル戦では、2年間にわたって20連勝していた。一方の三浦は95年にも棋聖戦で羽生に挑戦したが、3連敗で敗退。羽生の優位は揺るがないと思われた。三浦は再挑戦に際して、次のように語った。前夜祭での挨拶や和服の着付けは少し慣れました。前回はいろいろなことへの対応に時間を取られ、将棋の研究時間が減ってしまいました。今回は1日に10時間も研究することもあります。
羽生さんの強さは不利になっても土俵を割らない粘り腰です。羽生マジックと呼ばれる勝負術には逆転勝ちへの執念を感じます。その対策として終盤に持ち時間をできるだけ残しておきます。短い番勝負では何があってもおかしくないので頑張りたいです。三浦は棋士との研究会に参加せず、パソコンを使って独自に研究していた。そんな孤高の姿は宮本武蔵と呼ばれた。棋聖戦第一局は相掛かりの戦型。後手番の三浦が先行するとわずか3時間で優勢となり、夕食休憩前に終局した。羽生にいつもの粘りがなく、タイトル戦でこれほど大差で負けたのは珍しかった。立ち会い人のある棋士は、羽生さん調子が悪そうだねと心配した。その羽生は第2局と第3局で完勝し、棋聖防衛に王手をかけた。第4局は終盤で激しい寄せ合いが繰り広げられ、羽生マジックと思われる手が炸裂した。しかし三浦は相手が羽生さんという意識を捨て、盤面に全神経を集中させるという心構えで冷静に対処し、難局を乗り切って羽生に勝った。棋聖戦第5局は7月30日に新潟県新潟市岩室温泉の旅館で行われた。振り駒で先手番を得た三浦は相掛かりの戦型から一度指してみたかったという手法で臨んだ。猛烈な寄せ合いになった終盤では羽生に勝機があったが勝負手を逃してしまい、三浦が寄せ切って勝った。第1図は投了後の推定局面の部分図。両1飛車に同玉は両3竜、両2952金以下に52玉は両3竜63玉5両各以下、手数はかかるが詰みとなる。終局時間は22時15分。両者の一分将棋が続いた状況で三浦は羽生に競り勝ち、シリーズ3勝2敗で初タイトルの棋聖を獲得した。終局後には敗者への異例の記者会見が行われた。羽生はいつかはこういう日が来ると覚悟はしていましたが、現実になるとやはり辛いものがありますと血の気が引いたような表情で語った。棋聖戦第1局から第5局までの43日間で、羽生の対局日程は2日制の王位戦7番勝負を含めて9局。対局や主要による忙殺スケジュールを心配する声は出ていた。それは第一人者が乗り越えなくてはならないハードルでもあった。羽生六冠は1996年の竜王戦で谷川浩司九段34に1勝4敗で敗退し、97年の名人戦でも谷川竜王に2勝4敗で続いて失冠した。七冠制覇を達成した羽生でもタイトルを保持し続けるのがいかに大変かということがわかる。それから数年後に七冠の可能性を問われた羽生は、正当な競争原理が働けば一人がタイトルを独占するのは難しいでしょうと答えた。藤井竜王名人は七冠に後退したが、タイトル戦で圧倒的な戦績を挙げていて、その凄さを改めて認識する。羽生善治九段と藤井聡太七冠のタイトル獲得の比較を行いました。年齢は53歳と21歳で32歳離れています。現在の羽生九段のタイトル数は99期です。藤井七冠は23期です。76期離れていますが、決して超えられない数字ではないと思われます。なんといってもタイトルの奪取防衛率が羽生九段は 0.7279 に対して藤井七冠は 0.9583 となっています。24回番勝負で失冠は叡王戦の1回だけです。おそらく藤井七冠は叡王戦や王座戦のチェスクロック方式の対局をどのように乗り切るかがポイントになりそうですね。羽生九段もまだまだ頑張っており、王座戦の挑戦者決定まで残っています。永瀬九段に勝てば再度藤井王座とも対局が見られますね。最後にお願いがあります。2024年は叡王を失冠した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の叡王復活で再度八冠を期待し、また
一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。